おはようございます。みほちゃん、はい、今回はダイヤモンドカップが行われる総武カントリー総武コースにやってきました、はい、ぜひ当日皆さんにも観戦に来てほしい、うん、で来れない方はぜひテレビで見てください。ということでですね、私たちリンゴルフチーム、はい、このコースをラウンドする機会をいただきました。おせっかくなので、はい、行われるのが男子の試合、はい、おみほちゃんにもしかしてもしかしてもしかしてそのもしかしてです、はい、男子と同じ T で今回やっていただけないかと。ちょっと朝聞こうかな。どうですか。ちょっと雨ですけどやります。お願いします。もうみほちゃんしかできないでしょうっていう力は男子の T でやればみほちゃんしかいないって。せっかくそういう機会もないので試合がやる男子の T で回ってみたいなとは思いますね、はい、私もちょっとボコボコにされるかもしれないですけど大丈夫大丈夫、まあ雨だからねランとかね、はい、ちょっと出にくいかもしれないけど。そうですね、それがちょっと、うん、飛距離が余計に長くなってしまうかなっていう、まあ、それもちょっと楽しみながら頑張っていきたいです。今回はね、私は回れないので MC でついていきます、はいはい、で一緒にねこのソーブカントリーを楽しみましょう。はいはい、じゃあレッツゴー。みほちゃん、はい、1番ホール来ました。なんとここパー5って書いてあるんですけど試合では463ヤード、はい、パー4、はい、になります。アゲンストアゲンスト雨ちょっと届かないかもしれないですけど、まあじゃあまあ、はい、その時はどういう戦略でね行くのかっていうのを見ていきたいと思うんで、はい、じゃあこのホールまあ、ドカンと行っちゃいましょう。まあ、頑張ります、はい、せっかくなんでグランピー GM の T で私は終わります。さっき、ね、なんかグレー可愛いなって。確かにあんま見ないかも、はい、黒とか白が多い。PGM の中でも指折りのコースみたいな、かつここのコースがフラッグシップで一番いいコースだっていう風に PGM さんが言っているコースです。ありがとうございます。はい、みほちゃん、はい、本日レギュラーティーじゃないですが、はい、目標スコアは一応設定しておきたいと思います。70台。お70台を目指すには今日はどういう感じの、はい、ラウンドが目標ですか。そうですね、まあ、フルバック、まあ、もちろん雨だし、うんうん、まあ、風とかもちょっとあるんで、うん、あれなんですけど、正直あまり届かないホールって距離的にはないんですよ、うんうん、もちろん460とか、うんうん、このホールとかは厳しいんですけど、うん、全部が全部届かないわけではないので、そういう届くホールをしっかり、まあ、パーオンさせてパーを取っていくができれば70台は見えてくるかなと。なるほど、思います。ただその来たことあるんですけど、正直コース全然覚えてないのでちょっと難しさが分かってないからちょっと言えてるだけはあるかもしれない。そうだよね、あ、これどこ狙うんだっけって感じだなんかこうやっぱり見えないところに難しさがありそうだね、はい、フラットなのすごくこう林間コースなので、うん、やっぱりティーショットを曲げちゃうと全然スコアにはなんないかなと思います、うんうんうん、なるほど。じゃあセカンド地点まで行こう。はい、ちょっと左の。そうだね、ちょっと狙ってるといいね、まあ、はい、なんか狙えそうだけど、狙えそうっていうか抜けてそう。一応打てそうですね。うん、打てそう。ドローだしね。刻みます。左のバンカーに、あ、すいません、はい、入らないように。ユーティリティ、はい、なんかもう、なんて言うんですかね、まだ、はい、短いんですけど、うん、ラフ的に長さはすっごい密集してて、今もちょっと難しかったです、うん、ちょっと今日はラフに入ると雨だし
余計に難しいかもしれないですね。やっぱ水分を含んでるとさ、はい、ちょっとやっぱ変わる？ラフって。あ、もう全然違います。すっごい重いんで、ちゃんとこう、まあ、力を入れて打つわけじゃないんですけど、ちゃんと持ってないと、グリップしっかりしてないと負けやすいですね。ついてる目土、はい、土に、うん、土の色じゃない、種入ってんのかな。あ、そうかもしれない ね、もう試合前っていうのが今の3打目はどう、自分的に。速度的には悪くなかったんですけど、やっぱりちょっと風の影響をアゲンスト受けてちょっと手前でしたね。なので、でも今のはいいボギーだよね。そうですね、距離的にちょっと、まあ、しょうがボギーでもしょうがないかなっていうホールだったので、うんうん、ちょっとダバー怪しかった大丈夫大丈夫。じゃあ次2番ホール、はい、はい、2番ホール383ヤードパー4になります。はい、みおちゃん、あの右のバンカーが結構キーになるっぽいんで、はい、でやっぱまたはドライバーでいくか、ここが大事になる。ちょっと左目にドライバーで打っていきたいと思います。はい、ドライバーお願いします。今のティーショットはなんかちょっといつもと違う、ちょっとフェードしましたね最後。でも最近すごいこう極端なドローが、うんうん、まあ、ちょっと出だし1ヶ月だけどあの持ち球が前はもっとこうフック強かったんですけど、うん、最近収まってきてて、自分の中ではでもちょっと安心、今のボールは別にそんなに出ても、まああの出てもすごく嫌がらないようにはしてますね。まあ、左にガーンって行くよりかね。そうですそうです、結果すごいいいとこ行ったので。そうだよね。ここからはまたセカンド狙えるアイアンで行けそうな、はい、ここは届く距離なので、こういうところをしっかりパー取っていく、パー取っていく、うんうん、が目標で、やっぱ届かないホールは、うんうん、まあ、あのアプローチをまあ寄せてパー取れたらラッキーだなぐらいな気持ちで、こういうフルバックとかは回ってます、うん、はい、これはまた難しい感じですか、ね、なんかブリンがちっちゃいですかね、140ヤード140ヤードのフォローですね。89もらえなかった、やっぱ89でいくらしい。フォローがある分9でも多分、あ、でも雨降ってるから届くんだろうなーっていう。アンカーは120ぐらいで超えると思うんで、うんうん、ちょっと9番で打ってみたいと思います。はい、ピンがかなり奥なんで、そうね、奥行っちゃうとちょっと難しそう。バンカー越えれば OK ぐらい、はい、いいんじゃない。お、いいんじゃない、結果よしじゃん。ちょっとあんまりフォローの影響を受けてないです。まあでもいいキック。まあまあ手前から、うん、手前から。なんか今日は右に行きがち、はい。そうですね。今のところちょっと右が多いですね。うん、まあでも今も当たりはしっかり当たってた。はい、そうですね、で。ギリギリ乗ったぐらいなんですけど、多分グリーンが小さいのでピンが奥で、手前ギリギリ乗ったら本当に30ヤードぐらいのパットだったりとかするじゃないですか。
多分そこまでなくて10ヤードちょっとぐらいだと思うので、ナイスバーディー、ありがとうございます。ラッキーでした。あんなロンドンパット、ね、伸びたよ。いや、グリーンが綺麗だからだと思います。本当になるほど、サーッサーッって言ったね。はい、ここは3番ホール209ヤードのパー3になります。はい、なんと今回のダイヤモンドカップ、アジアナンバーワンを決める大会となっています。国内4大トーナメントの一つで、JGA およびアジア太平洋連盟も主催に加わり、アジアナンバーワンを決める。じゃあ海外からの選手も結構来られるんですか？結構来るみたい。なんでここで1位になるとアジアナンバーワンっていうことになります。いいですね、そんな称号がいただけるんですね。はい、でなんと賞金総額1億5000万、優勝賞金3000万。高くないですか？みーちゃん3000万あったら何買おうかな、それがすごい聞きやがった。3000万あったら何買う？車？車、まず車。車？みやちゃんは3000万でまず車を購入するらしいです。私にはちっちゃい車乗ってるので、なんもうちょっと大きい車、ゴルフ用に自動運転があるといい、はい、ピッとね、ピッと。はい、じゃあティーショット行きましょう。はい、はい、ピンのすぐ手前のバンカー、私ちょっとあれをキャリーで越えるのは厳しいかもしれないので、少しあの花道狙いでバンカーの左に狙うだけですよ、行くかどうかわからないですけど。なんと今回のこの大会勝つと全英オープン、知ってる？全英オープン、もちろん分かります。全英オープンへの出場資格を付与されます。すごいですね。すごいよね、アジアナンバーワンの称号を、称号ももらいの全英オープンへの挑戦。挑戦どう、ね、全英オープン出ることになったら私ちょっと妄想。そうですね、もしかしたらタイガーと思われるかもしれないですか？え、ちょっとドキドキ今想像したらドキ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 するあのコースセッティングでタイガー打つと一緒。みほちゃん見たい。90打ってもいいですね一緒に割れるなら一緒に割れるなら一緒に割れるスコアじゃないとすごい難しいセッティングだとしても回り切りますいいね、みほちゃんのそういうの見たいねなります。4番ホールです。はい、長めですね。長めです。で、みほちゃん、さらに情報があります。はい、このダイヤモンドカップは51回目の歴史のある大会になってます。全国の名門クラブ、過去の日本オープン、日本プロ開催のコースで実地など、難易度の高い名コースへの開催をコンセプトに運営されてます。日本トップクラスの難しいセッティングということです。ということですね。私今日そんなセッティングでやってるんですか？そうなんですまあその辺についてもまた後半ね、ちょっとセッティングについて聞く方がいらっしゃるので、はい、ちょっと楽しみにします。これはグリーンは左ですか？左側ですね。トーナメントコース結構やっぱ行ってます？行ってると思います。そうだよ、ね、結構、はい、ゴルフ場はいろんなとこ回ったので。トーナメントコースって、はい、なんかみほちゃん的にどういう特徴があるとか思うこととかってあります？基本的にやっぱ戦略性の高いゴルフ場が多いですよね。こう
なんていうんですか、設計者の罠があったというか。なるほどね、はい、あるよね、なんかこう有名な設計者もいてさ、そうですあここに打っていかないともう全然勝負できないんだみたいな、はい、なるほどね。じゃあ今日はその罠をねはまらないように。そうですね、ちょっと早速 このホールはこれ罠はまっちゃった。罠はまりますとね、火を抜ける。まさかちょっと普通だったら全然フックいけるんですけど、本当はちょっとこうかけていきたい、フックかけていきたいんですけど、足場が結構前下がりなので、つま先下がりの分、はい、あんま無理しない方がいいかな。ちょっとチャレンジャーですね、ここでフックを打っていくのは。でも打ちます。4番4番ユーティリティでフックかけてくって、うん、まあ成功じゃない。かかってるよ。入んない入んない。セーフ。ただバンカー越えのアプローチになるかもね。まあでも幅があるので、そっかそっか、それは大丈夫です。確かに50ヤードぐらい、ダイレクトオンじゃない。そうですね、トップ少し薄いトップだったみたいな、ちょっと跳ね方がイメージわかんなかった。入れ、もう切れた。ピン刺したもの慣れた？慣れました。もうそう、はい、普段ももう刺してる？ずっと刺してます。楽です。そうそうでも撮るときさ、ちょっと気にならない？撮るときは確かにちょっとこうたまにこう引きついて、うん、そうになりますけど、なんか傷つけそうだよね、あのカップ周りの、ね、やっぱりその外しに行く時間とかがない分、プレーって早くなってる気がするんですよね、うんうんうん、確かに、うん、ただなんか打ち上げのホールとかグリーン上でピンが刺してると、あ、グリーン上にいないんだなっていう、終わったなって思っちゃうんだ、はい、そうですそうです、意識じゃないですか。けど最近はやっぱこう刺したままやってるから、あれいるわ、ちょっとまだわかんないかなっていうのが結構あるんで、気をつけた方がいいですね。はい、はい、みほちゃん、当日券の入手方法についてご案内します、はい、お願いします。クラブハウス前練習場にてご購入できます。なんとここに来てからだから買えるんですね、当日券は。千葉ニュータウン中央駅からシャトルバスが随時運行してますので、はい、それに乗って来てください。駐車場とか結構ねパンパンになっちゃうと思うんで、うん、皆さん多分それを利用した方がいいと思います、はい、で放送日の案内は、はい、フジテレビ系全国ネットで放送予定です。5月11日土曜日14時35分から15時50分、5月12日日曜日16時5分から17時35分はい、はいになりますので、ぜひ来れない方はテレビ放映もやってますので見てください。で今日のみほちゃんのね18ホールがきっと、はい、見てる方もさらに面白くなるんじゃないかなと。このホールだ、見比べてね、はい、プロと見比べられるのはちょっとこのホールみほちゃんバーディーだったけどプロはどうかなみたいな、みほちゃんの戦略はこうだけどプロはどうかなみたいな、ちょっとそういう違いもね楽しんでいただけたらと思います、うん、皆さん、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。